地震、雷、飛行機事故、不安なニュースが飛び交いますけれど、この一つを抑えれば、自分と家族を守れる力、これが手に入ります。ということでお届けします。こんにちは、累計2億円以上を得ている語学を使って復習に得る方法を教える専門家、栗原久美子です。 はい。それでは明けましておめでとうございます。ということでね、新年は2024年始まりましたけれど、もう一番最初の元旦1月1日からね、能登半島の地震ということで地震と津波でですね、やっぱり大変な思いをされている方がたくさんいらっしゃいます。心よりご冥福をお祈りしております。 能登半島地震だけではなくて、まあ、JAL の飛行機事故とか、あといろいろ他にもたくさん、この2024年になったら災害とか事故が起こりますよね。事故とか災害が起きると、今までの常識はガラッと変わって、今までですね、普通に手に入ったものが得られない。でも、でもそういう時っにですね、大事なことというのが一つだけあります。で、これ私自身のセンターに教えていただいて、この一つをコロナにですね、掲げてずっとやっていったところ、例えばコロナが起きて、仕事がなくなって無職になったときも、も 高知金になってたりとかせずに、まこれ騎士挽回をしてですね。累計2億円以上という大きなお金を得て、海外旅行に15カ国以上も行ったりとか、家族とも,も幸せな安定、安心した生活を送れています。なので、この方法を皆さんにお伝えすると役に立つと思って、今日今回動画を撮らせていただきました。その一つは何かというと常にですね。数億円とか大きなお金を得ているお金持ちの方とですね。繋がるということです。 まあこれなぜかと言いますと私自身も例えばコロナの影響で無職になってどんどこになりましたけれどそこでインターネット売買の先生にコロナの中でも自宅にいながらで,す、ね、できる仕事があるよということを教えていただいてそれをその通りにやっていった結果初月で10万2ヶ月目で50万3ヶ月で100万以上を得てこうやって累計2億円までいって自分と家族を守れて逆にコロナの前よりももっと収入もです、ね、生活レベルも上がることができたんですね。 やっぱりもうすでにお金を得てるお金持ちの方のと人脈があったからなんです。すでにその方法で得てる先生にお聞かせいただいて、やり方を教えていただいて、その通りにやった結果、それだけのお金が得られたので、ね、この先生に出会わなかったら、私自身もコロナの影響で無職になって、それでまあお金がなくなって生活保護を受けたりとか、あとは自暴自棄になって、自ら命を絶ってしまうとか、そういうですね。 ねまあ辛いことそ、まあ、実際に私自身もこうやってあなたにお会いできなかった、本当にその時主人も体がすごい悪くて、新しい就職先を探すこともできないほどひどかったので、なので本当に家にいながらできる仕事がないと、私、うちの家族の生活というのが成り立たなかった。 ということは、まあ、自分が自分と、例えばこうやって能登半島の地震とか大変なことが起きたとしても、他の人脈、とその大変な時期に対処できる方法を知っている人と常につながっていれば、そうすればそ,そこからですね這、はい上がってもう収入を上げるとか、ですね生活レベルを自分のステージを上げるということも可能になります。でしかもお金持ちのかで なぜそれがもう数億円得てる方がいいかと言いますとお金持ちの方というのはこのつ収入が複数あります。だから例えば私と先生でもインターネット売買でも収入もありますし他の複数の収入の柱があるのでもし一つのお金を得られる手段がなくなったとしてももう一つがあるのでそれを生かしていけばですね生活ができたりあとはですねお金持ちの人脈の方にですね そういうやり方をコミュニティに入ってです、ね、教わるとですで、ね、もうどん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 お金が得られます。今お金があるのはもちろん大事です。でもお金以上に人脈というのが大事です。人とつながっているか、何かあってもいろいろな情報でが持っている方の方が得じゃないですか。例えばビジネスのことを聞くねもいいです。 例えば私の先生なんかはビジネスのことも聞けますし、あと健康のことも聞けますし、投資のことも聞けますし、あとまあ人間関係の悩みとかもご相談に乗ってもらいます。 お金持ちの方というのはいろんなことを知ってそれで複数の収入を得る方法をです積み重ねていった結果としてお金が得られるのでそれができます、まあ、ただこのように言うとそういうお金持ちの方とか知らないと,と思うかもしれないんですけれど大丈夫ですはいではそういう方のためにた私自身があなたとお会いするですねプラチナサミットというのを開催してあなたにお会いをするですね機会を 設けさせていただいてますなのでこのお話いいなやってみたいなと思った方情報欲しいと思った方この下にボタンがあるのでそのボタンをクリックしていつものこうメールメールドある通知を登録して私からのお手紙楽しみにしててくださいねはいそれではいかがだったでしょうかこの話がいいなと思った方は高評価マークチャンネル登録ベルマークのチェックこちらをしていただけるととても嬉しいですはいそれではまたお会いしましょう